あ、そろそろ行こうか。河北の雄、袁紹の死後、袁家では後継者争いが勃発。関東で袁紹を破り勢いに乗る曹操はその隙を逃さなかった。彼は袁紹の子袁譚、袁紹らがよる霊陽に向け出陣。一気に袁家を総統戦とする。決戦に向け息上がる曹操陣営。その中にひときわ涼やかな若者の姿があった。酒を愛し、女性を愛し、そして何よりも戦を愛する男、乱世の勧誘曹操が最も高く評価する天才軍師。若者の名は閣下、あざ名を奉公といった。我らの攻勢に敵も動き始めたな。さてどうしたものか。書状の内容は袁紹の息子たちが結託した、そんなものでしょう。ご心配は無用です。今にまた兄弟喧嘩が始まりますよ。ふん、お主が言うと面倒事もそうは聞こえぬな。しかし今日はいい天気ですね。こんな日は酒を飲みながら美しい女性と戯れたいものです。それが正直なところか。馬長殿もそう思いませんか。なるほど、馬長殿は堅物でいらっしゃる。閣下殿、若をからかわないでくださいよ。さよう、それがしには貴殿はいささか。違いない。お主に任せておけば問題あるまい。頼んだぞ閣下。ご期待に添えるよう力を尽くしますよ。その代わり、無論勝利の暁には史跡を用意させる。勝利の美酒もまたうまかろうな。さすがは曹操殿、分かっていらっしゃる。美しい舞姫もぜひお願いしますよ。ふん、それはわしも望むところ。お主も分かっておる。いささか不真面目には見えるが、閣下殿は曹操殿の信頼する軍師、その慧眼に間違いはあるまい。我らの準備は整っている。命があればいつでも出発しよう。先ほどはそれを報告しに。馬長殿は真面目でいらっしゃる。貴殿の軽口に付き合うつもりはない。閣下殿のせいで若が拗ねちゃったよ。なだめるの結構大変なのにさ。そろそろ行こうか。楽しい戦いにしたいものだね。我ら兄弟の絆は固い。協力すれば曹操など簡単に追い返せるわ。その通りだ兄上。兄弟で手を取り合い敵本陣を落とそうぞ。袁譚、袁紹の仲介役は彼さえ撃てば連携がすぐ瓦解する。私の知略に勝てんと思いか。聞くことが冷たいのに、そのまま負けではない。敵将、討ち取った。
されと信じておりました。なるほど、ご助力感謝します。一人で勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。ありますな。我が陣営も規制が上がりましょう。敵将を討ち取った。あの勝負あげるよ。長引くと不利。早く運気を倒した方が良さそうだ。楽しませてあげるよ。運気の者いる本陣は近い。ここは絶対に渡さんぞ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。
取れなかったか。今こんなところでついてるとは。エンター様、炎章様、エンク様が今曹操軍に撃たれました。曹操軍はそんなに強いな。今炎章、そろそろ上げようか。まずはお前が先に攻め込め。なぜ私が先に。兄上こそ先に攻めてください。今本当に喧嘩始めちゃったよ。戦ってるのに何も見えてないみたいね。カクカ殿の言う通りになったか。カクカ殿の洞察力には感心したぞ。そろそろ上げようか。強制に移るのはここだ。楽しみさ、上げるよ。敵心を打ち取った。助かった。この辺の敵このモサがいた。どうしてそんなにかっこいいんだか。俺もやる気全開。見てなよ。本陣だ。阻止しないと。さすが各界、流氷らの到来まで読んだか。その鋭さ、時によいものよな。俺様が相手だ。覚悟しやがれ。逆の豊、龍玄徳が相手となろう。そろそろ上げようか。楽しませ、上げるよ。楽しませ、上げるよ。落とされたいのかな。次は絶対負けねえからな。敵将を撃ち取った。今私は対応をなさなかった。現れようとも、逃げるのみだ。私とした言葉、今から立場も忘れ、勝負に興じてみたくなったわ。今から
将、討ち取った。Oh!
時間切れは近いか。秘伝の先見の目、見事なものだ。まるで戦者のようだな。一軍師を捕まえて大げさすぎますよ。またまた、ご謙遜を。角家殿の思い通りにいかないことなんてないんでしょ。まさか。思い通りにいかないことならいくらでもありません。しかし、だからこそ楽しいのですよ。もっと悠々と楽しんでほしいが、戦に限らず何事もね。